イーロンマスクはマジですごいなと思っていて、イーロンマスクって最近ツイッターを買収しようとしてるんですよ。ツイッターの、ね、株をある程度買って、それがニュースになって、えー、ツイッター社の株価が上がったんですけど、次のステップで今度はツイッター社の株を全部買いますと。その金額が、えー、日本円で約5兆円らしいです。 5兆円でツイッターの株を買収しようとします。ツイッターがイーロンマスクのものになるかもしれない。これはイーロンマスクさん的にはツイッターには無限の可能性があるっていうことを言ってるんですけど、おそらくですね、イーロンマスクさんってツイッターの使い方めちゃくちゃ上手いんですよ。イーロンマスクが例えば仮想通貨のことを発言するだけで何0%もそのコインが上がったり何倍にもなったりするんですよね。これイーロンマスク法みたいなこと言われてます。で ツイッターの収益というよりもツイッターで発信して拡散することによって仮想通貨の相場操縦もできちゃうんじゃないかなと、えっと、イーロン・マスクさんぐらいの影響力があればですよあの狙ってんじゃないかなって思います分かんないですけどねこれはな完全に推測で相場操縦のために買ってるとは分かんないですけどイーロン・マスクさんってすごいのが資産規模もそうなんですけど国家レベルの政策をするんですよ 具体的には最近ウクライナ、今、ロシアと戦争して、かなりピンチですよね。ウクライナもチェルノブイリとかいろんなところが壊されて、えー、その悲惨な目に遭ってるんですけど、当然、土地建物が壊されると、インターネットが使えなくなるんですよ。で、今の時代、インターネットが使えないってめちゃくちゃ致命傷で安否確認もできなければ、もちろん仕事もできない。で、そんな中で、ウクライナの大統領が誰か、えー、ウクライナの地にインターネットを助けてくれと。 手を差し伸べてくれとインターネットを使えるようにしてくれみたいなツイートをしたんですよそしたらイーロン・マスクが OK ということでわずか10時間ですよ10時間足らずで、えー、ツイッターでもうすでにウクライナのインターネットを回復させたというツイートをして見事インターネットが使えなかったウクライナの地域でインターネットが使えるようになったんですよこれすごいことですよねで、まあ、どういうふうに使えるようになったかっていうともう衛星からです、ね、電波を送ってるらしいですそれで今ウクライナを個人的に支援してるんですよね ちなみにね、ウクライナに対して味方をするってことで、打倒プーチン、打倒ロシアっていうことを、イーロンマスクも言っていて、イーロンマスクとウクライナ VS ロシアみたいな感じになってます。戦争どうなるかわかんないんですけどね。あの、復興中の幸いじゃないですけど、イーロンマスクさんみたいな人が出てきて、ウクライナも良かったんだと思います。うん。早く戦争終わってほしいなと思います。